さき、はい、の引き寄せの法則はい、さきの引き寄せの法則の時間です。はい皆さん えーと今日もよろしくお願いします。この番組は私、浦中咲の、えー、フリートークとザ・シークレットザ・マジックの本を使って一緒に引き寄せの法則をね、えー、コツコツとやっていこうという番組です。そして本当に結果が出たらそれをまた報告しようという番組です、うん。皆さんもね、一緒にやっていってみましょう。はい えーと先週はねどんな1週間でしたかってね、えー、私はねもう自分で決めたのはいいけど頭を抱えるね頭を抱えるわえっ、ー、と一度落ちた簿記をもう一回受けてそれも今度は那覇ではなくて沖縄市あるじゃないってで先生が分からなかったらもう教えてくれる もう初めからここにしとけばよかったのよね。だけど近いからといってもねやっぱりね仕事しながらとなるとねなかなかね行くのもね、まあ、ちょっと那覇に比べたらまだ行きやすくなってで私集中力が足りないから、まあ、とにかく少しでも1時間でも、まあ、座って。 ちょっとでも進んでいけばいいかなみたいなそれもコツコツとやってますはいそしてねそう前ねなんかめちゃくちゃ疲れてるって言ってたんですけどねうんなんかね今週はね体調がねそこまで悪くはなくて私の中で不思議なことにあれ旧正月ってえっ、ー、と1月いっぱいだったんだっけねえ、ま、ちゃんあの なんかね気分が晴れやかになってそうあのなんかお風呂に入ったりとかなんか粗を入れてねもう清める感じうんそうえー、っとねどうしたのって感じなんだけど私寝る前にね YouTube 見てね見るのが楽しみなんだけどそれで眠りにつくっていう感じなんですけどねえー、っと YouTube でね全部金運のこととかばっかり見てるんだけどなんか「トイレ掃除はやっぱりいいみたいよ」ってで私友達とも話してたんですけどやっぱり金運はいいらしいわやっぱりトイレ掃除ねちょっとそれはそこまではって感じなんだけどあの,とあのトイレの拭き椅子 服簡単なんてのウェットティッシュみたいなんで簡単に拭けばいいっていうだけじゃダメらしいの本当に金を上げたいならばもうガシガシともう手で突っ込んで洗うぐらいにならないといけないらしいのでもねき世界の北野しさんはやってるらしいのうんでねそれを見て私ねもう雑巾持ってきたわで雑巾でね あの,おあの、まあ、私のトイレはねタイル張りなんだけどびっしりね拭いたわ、うん、ちょっとね綺麗にしてみたのでね玄関も大切ってなってて玄関もねやったのよあっ、うん、皆さんメッセージいっぱい来てますねはい哲郎さんこんばんはこんばんはみやちゃんオンザビーチさんも ふむふむってうんうんうんね気温が上がるならねちょっといろいろ試してみたいじゃないはいそしてお茶ありがとうございますチャラカッチャンさんサーキーミキさんマナちゃんこんばんチーズ名前合ってるってはいそうですよってありがとうございます <laughs> 私こんな言い方してないってね <laughs> ありがとうございます。 <laughs> はい熊本バッテンさん「はいこんばんはさきさんこんばんはトイレ掃除はいいみたいですね」ってでしょ私もね結構ねあのうーんタイル張りだからねなんかこうパッと簡単にね私モップかけたりとかもうほん適当に、まあ、便座はねガシガシ洗ってるんですけどねあのまあ 気が向いたときしかしなかったんだけど改めてやってみたんですね、うん、そしてね、えー、と玄関拭,いあの拭く床も拭くぐらい、うん、私あのあの外国人ハウスだから玄関がねあの日本人式じゃなくてもう入ったらすぐもう下駄箱とかもなくてもう平らなんですよねだからね うーんとその玄関入ったところにね、観葉植物を置くっていうこと。そしてね、ドアの部分も、ドアも、そして床も水拭き、あ、本当はね、塩水で絞ったので、拭いた方がいい良かったらしいの。私ね、それしまったわ。でもね、床、一応ね、塩水ではないけど、床も一生懸命ピカピカに磨いたの。そしてね、 鏡もね、玄関に置きました。でもね置ける場所がね右左ってねあってそれ調べたらねなんか私の場合はねあの右にしか置けなかったんですけど右側にしょうがないよね右側はね出世運そして交際運がアップしますよっていうことそしてもし左に置いたならば金運上昇もう左に置きたいと思ったけど左がね 壁じゃなないいからもう置けないと思ってで置いたのでも運気アップしたいからでね友達に「あのー、私ねここまでやって一体どういうことが訪れるか楽しみだわ」ってであの職場のメンバーと喋ってたんですねそしたらボスがトコトコってやってきて「サキさん」って,って私 女,女ボスなんですけどね私の職場はもう女子のチームメンバーなんでえっ、ー、とどうしたのかなと思ったらいつもありがとうねって本当にみんなに感謝してるしサキさんにも感謝してるわって急にボスが言ってきて「えっ?」つって,言ってえ「私の方こそ感謝してますよ」っつって言ったら「ああもしよかった飲みに行こうか」っつって「うんそう。 言われて飲みに行ってありがとうって感謝の気持ちこれ交際運アップアップしてるよねうんはい野の中の議員のホタさんこんばんはところみですはい眠そうな目してるよく言われるのようんよく言われるの眠そうよねってだいたいね疲れてる <laughs> 昨日も仕事してたからねうん はいそして熊本バッテンさんさきさんの家外国人住宅なんですねいろんな意味があるんですねうんねええー、っときれいにしてみたわようん皆さんもねもしよかったらねやってみてください私もねこれも定期的にね、あのー、やってみようと思います、うん、そう本当に交際運が、あのーね、ボスからね急にお褒めの言葉をいただいてね うん。あの、うしかったですね。で、みんなで飲みに行って、また、あの、みんな、心機一転、頑張ろうね、みたいな、団結力がね、湧きましたね。うん。そんな一週間でしたよ。はい。え、今日はね、えっ、ー、と、否定的なことの、否定的な 状況からのの魔法法脱出法っていう先週の続きこれもなんかなわなんか分かってそうで分からないのうんえー、っとこれの続きを今日もやりたいと思います皆さんメッセージ続々送ってくださいねはいトイレ掃除しますってセキ,ュリセキュリティさん沖縄最高ってあ,ありがとうございます沖縄はね ちょっと寒いけど内地からしてはやっぱ暖かいですよね、うん、はい、えー、この番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは761 at mark fmcoza.jp ですファックスは098-934-8653ですまた FM コザではツイキャストユーストリームで映像と音声を配信しています FM 講座のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいそれではねここでね一曲いきたいと思いますはいえー、ルイス・ミゲルクアンド・カリエンテ・エルソル はい、いかかだったでしょうかそして今ねリクエスト入ってるんですけど、えー、カリウシカリウシさんのあんまいけそう、ね、流せるかしらね、うん、私もうルイス・ミゲルって言ってるぐらいだからもうよくわかんなくてはい、うん、ねえー、っとじゃあねここでねじゃあそのかり の曲がが入りながら私は朗読をしようかしらね、うん。否定的な状況からの魔法の脱出法、うんえー。感謝する人はどんな状況であろうともそれに感謝するものです。ウォルト・ディズニーは1960年に制,、えー、制作した映画「ポリアンナ」は私が子どもの頃、 とても影響を受けたうれしさのゲームの物語です。子ども時代から青年時代まで私はその映画に出てきたうれしさのゲームでよく遊んだものです。そのゲームではうれしいと思うことをできる限り探します。それも良くない状況の時に探すのです。マイナスな状況のもとでうれしいこと。 を見つけけるとそこから抜け出出すすための解決策が出てきます、うん、ウォルト・ディズニーはポリアンナで感謝の魔法が持つパワーを明らかにしましたが何千年も前にブッダも同じ魔法のパワーの使い方を説明しています、うん、あらこの曲ね。 しうんあら私も聞いたことあるわねはいえブッダさんはこんなこと言ってますね起き上がって感謝しましょう今日たくさん学べたかったとしても少しは学べました仮に少しも学べなかったとしても少なくとも病気にはなりませんでしたもし病気になったとしても 死には死にませんでしたですからみんなで感謝しましょうこのブッダの言葉で自分を勇気づけてくださいそして今日一番解決したい問題や悪い状況を取り上げその中でも感謝できることを10個探しましょう、はい、例えばね例題でねどうやってやりなさいって言っているか書いてますね あなたは失業中でいくら努力しても仕事が見つからないとしましょうこの状況を魔法のように好転させるにはこの状況に対して集中的に感謝をしなくてはなりません例えば次のように感謝できるかもしれません失業中の方もねいるわよねうん沖縄だとねなかなかね仕事がね すぐに見つかるかっていうとねなかなかなかったりするからね、うん、そういう方は「この時期に家族と過ごせる時間が多くできてとても感謝しています」「時間に余裕ができたのでいろいろと整理できたことに感謝します」「今までの人生で長い間仕事があったおかげで 経験豊かになれたことに感謝します失業したのが今回初めてであることに感謝します世の中にはたくさんの職があり毎日新しい仕事が増えているのを感謝します就職活動や面接でさまざまなことを学べて感謝しますいろいろ、ね、ありますねはい。 失業中の人が感謝すると異なった状況を引き寄せ必ず現在の状況が魔法のように変化しますどんなネガティブな状況よりも感謝のパワーの方が強いのですそしてネガティブな状況が変わる道は無限にありますあなたはただ感謝を実践して魔法が起こるのを待てばよいのですあら まあ、メッセージね「さきちゃんに出会えて感謝します」ってねお茶が来てますねありがとうございます皆さんうんここでねあらメッセージが来てますね読みましょうか何これえー、っとこれはるみ姉さんねまなちゃん うですかこれ三シ四温というのかえー、えー、っと関西弁でいきましょうね「さきさんこんばんは三シ四温というのか最近暖かい日があったりする京都です」「最近ドラマにはまってます」「今夜も月9見ながらメールしてます」 今欠かさず見ているのは土曜夜の、えー、誰これ左へ2人揃って読めない <laughs> 三内三っていうのかしら <laughs> 左に絵にうちのし日曜日の夜のキムタク主演の「A ライフ」です。アライフ,ですアライフ <laughs> あライフでしたねさきさんはなんかハマってはることありますかおすすめのハリウッド映画とかありますか私はまだセックスアンダーツイティを見てたりしてます京都よりはるみ姉さん、ね、っさっきの方さえないしうわすごい今エンさんから正解の読み方を教えてもらいましたね 冴えないいしとかいてキムタク主演のねアライフ私ねキムタク出てるの知ってるんだけど見てないのよねすごいわねドラマを見ながらメールくださってありがとうございますうんおすすめのハリウッド映画とかありますかね最近はね今はねないちょっとね見たいなと思う映画はあるマリアンヌブラッド・ピットの主演の映画ね あと他にも何か見たいなっていうの何,何個かあったんだけど今ちょっと忘れちゃったかなそしてセックスアンダーシティー懐かしいですねいつ見ても面白いから私もセックスアンダーシティーは好きですよはるみネさんありがとうございますたまにね京都もね暖かい日があったりするんですねうん風邪にはね気をつけてね風邪ひかないようにはいまたラメールお待ちしていますありがとうございます うん、メール一件読むだけでえらい大変なねひっちがめっちゃがなってましたねはーいはいそしてツイキャストの方でも「セキュリティさん僕はサキちゃんを生で見たいよ」ってありがとうございますたまにねブースの前にね来てくださる方もいらっしゃるのよ、うん、実物見に来たって言ってあら 1>, 1時間がね早いわね私全然今日あの結局何この本のことが <laughs> <laughs> あの <laughs> 悲惨な状況だからこそそれにあえて目を背けるのではなくて感謝をしなさいということですね。 そう私ねなんかこれといって私今そんな別に否定的な悲惨な状況なことないなと思ったんですけどいや待てよ考えたらこれ直したいなっていうのはあるなっていうのをねさっきね塩素さんと相談してたんですよねうん、うん、そうそれをね10個ねまた書いてきなさいって言いなさいってなってるのうん。 なかなかねそれをね思った通り言うので難しいわね。うん。まあでもね来週ねまたやってみましょうね。はい。えー、中野町チの和ズさんいらっしゃい。サラジェシカパーカーって声可愛い,いよねって。そして高橋さん。エンディングテーマ里見発見でのテーマでしたっけ？その通りですよ。はい。このね映画もねマナちゃんにね。 見てねって勧めてるのうんはい10個大変だってそうなのよだからねまたね簿記のしながら考えるわね皆さんも考えてみましょうね、うん、はいユウさんもメッセージ今ありくれましたねあ読めるかな「さきさんこんばんは」「疲れている時には酸素吸引もいいですよ」「私はたまにメイクマン近くのえすえすえすえ? S」 S S クリニックという病院で、ね、マスクして30分酸素吸,酸素吸,酸,素吸酸素吸ってます一度お試しを分かりました行ってみますありがとうございます、はい、薬師丸ひろこ主演でしたそして私今日浦中崎えー、っとさの引き寄せの法則皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございますまた来週月曜日夜10時 よろしくお願いします。おやすみ。